はい、どうも、ケイキングです。今日はですね、北斗の拳、北斗リバイブ、やっていきましょうということで、今日は、イベントガチャ、行きたいなと思います。はい、マミヤ来てます。ガチャボーナスちょっと確認しとこうか。まあ、いつもと一緒ですね。60回が天井、75が、かけらもらえると。まあ、そこまでいかないですけどね。もうサクッと当てます。ボーナス枠出現 20%。光れば、剣士が確定。UR が 32.4。SR が 67.6。今回の UR はこんな感じと。もうマミヤしかいらないですね。SR はいりません。よし、いきますか。まあ、今回マミヤゲットするまでいきます。行こう。無料で当たるかもしれないですよ。これで当たったらもう終わり。試合終了。試合終了。親父。しかも20個。何しに来たんこいつ。さあ行きましょう。まあ無料っすからね。無料でね、この光る喜び味わえた。まあそれだけで、ね、良かったんじゃないかなと。プラスに考えていこう。何でも。俺基本ね、プラス思考ってかもうプラス全振りなんですよ。さあ、どうだ。まあどれくらい光るか。ほんとね、光んないときはね、マジで光んないですからね。ストレートに持ってかれますからね。サクサク、このペースいきます。はい、もうどんどんいきます。出るときは出る。ケンシロウ気合い入れろよ。てかマミヤもゴリゴリね強化してほしいなら出てこい。アピールしてこい。アピールすれば鍛える。まあ一応星6で前でちょっとね使ってみたいですよね。まあランキングガチャ前でそんなにねかけら使いたくないってのあるんですけどね。70 ちゃんとね、ちゃんと70持ってきましたこいつは。よし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 、これ上がってきたろ。また20。マジ何しに来とん。まあただ連続でね光りましたよ。まあ光るとやっぱね楽しいっすよね。さあ来いよ。よし、これ決まったやろ。言われやろ。シュレンと親父しかおらんのこれ。今のところ UR ゼロ。まあでもいい感じに光ってる。光ったにカウントせんやろ。光らず。素材うまと思ってね、まあ引くしかね。ユダだよーっつって、ふざけんな。ほんとどうなったんこれ。 SR コンプするんじゃないこれ。あと誰いましたっけ。あ、ジャッカルか。まずいなこれ。ちょっと嫌なパターンっすねこれ。やっぱそう簡単にマミヤはね振り向いてくれない。まあそういうことっしょ。シャオ、レイが来たってことはもう近いんじゃないですかこれ。レイね、993かける余ってますこれ。
まあ余ってるというか、まあ星7で、星7にはまあ知ってあるんですが、まあまあそこで止めてるんですよね。裏は振ってないんですけどね。やっと言われてたけど、レイか。ちょっとだけ、返すだけ。今26っすね。はい、26です。まあ、45で終わりたいんですよ。なんで41回か。で終わりたいっすよね。もうここまで来たなら。天井は美味しくないっすからね。まあ、天井行くのは75まで、行きます。もう何も言うことない。行こう。あ、ユダね、最近結構来るんですよ。で、来そうな気するなと思ったんです、さっき見たときね。思って、ただ言わなかったんですよ。言うとね、前、なんか、親父が出てきそうな気するっつって、速攻親父っていうか、親父にめっちゃ出てきたんですよ。言わなくても出てくると。もうそう、思った時点で負けやね。その時点で負けてました。さすがユダです。さあ、頼むぞ。でも、ユダはね、SR で、ほんと長く使いましたね。ずっと入れてましたね。ゴリゴリに強化して。いや、いい感じに光っているんですけどね。レイ、まあ、ジャギが出てくれればね、まだね。まあ、使わないんですけどね。マジこれユダだよ。まあ、ちゃんと70個持ってきてますからね。もう41近いっすよね。よし、これこれ決めるわ。うーわ、ジャギ欲しさ、ジャギ来た、マジ。108ね。オッケー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 。もう一発当てよう、じゃあジャギ。ジャギっつった、ジャギ来た。よしよしよし。お待たせ。そんな感じで来ましたね。グループボーナス解放。何回っすかね、今。あ、まあ、ちょうどいいっちゃいいっすね。まあ、一回多くなるんですが、ここから無料4回引いて、まあ、46で終わりと。はい、ということで、一応受け取っとこうか。激アツ受け取っとこう。はい、ということで、今回はここで終わりたいと思います。で、また強化して、まあ、試し打ちって感じで、動画出したいなと思います。まあ、どこまでちょっと強化できるかわかんないですが。ということで、ご視聴ありがとうございました。